はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はマリオカート8デラックスをねやっていきたいと思います。今日もね世界をね取りに行きたいと思います。ピオキングめっちゃ久しぶりだな。でね、まあ僕見ての通りピオキング1615しかレートない。いや一滴やってないからね。それじゃあね、みんなマリオカートっていうゲーム知ってる？いやまあ知ってないとまずいよね。待って、いきなりなんなのあのピンク、なんか急にアイテムをね取らせなくして体当たりしてきたんだけど。よし、じゃあこれはねせめてね最初一発目のレースだからね一番を取りたいな。ってかさっきから全然アイテム取れない。まあ、エキサイトステージのステージはそんなに得意じゃないけど、まあ、それでもねピオキング頑張っていきますよ。これあんまりねジャンプ、まあ、しない方がいいのかな、どうなんだろう。よし、オッケー、すぐ2個取れた。おっ、危ねえ、泥沼にはまるところでした。オッケー、でこのまんま上のあの子に当てることができるかな。で2位か、赤亀じゃん、来た、くらえ。あ、待って赤亀に集中しすぎてあっちに行っちゃった、はみ出てしまったわ。よし、このまんまあのレムスを追いかけよう。あのアメリカ人ね、アメリカ人レムスを、危ない。よし、レムスはこの緑亀できっと当ててみせるから、てか飛びすぎ飛びすぎ。よし、レムスを抜いたぞ、レムス抜いたけど、あ、待って、嘘、俺が当てられた、逆に。待てよ PBJ レムス、よし、 OK、 じゃあでキノコを使っていこうと思ったけど、もうはちゃめちゃすぎ、7位でしょ、これもまずいんじゃないのか。ピオキング、これ以上順位が下がるのはまずいんじゃないですかね。いや、まだいけるな。ま、言ってもね所詮アイテム次第だよね。さて、テレサで何を盗んでくる、ファイヤーボール。ここであんまりいらないやつだ、ファイヤーボールはあんまりいらないやつだ。後ろになんかスターが2人も来てる、待って、この最後のアイテムで決まると思ったらここでこれかよ。よし、まあまあまあ良いんでしょう、まあいいでしょう、最初はね、まあこんなもんでしょう。え、なんで今トゲゾー俺に当たってきたの、ひどくない、良いんだよ俺。まあさっきは負けてしまいましたけど、次はね勝ちに行きたいと思います。いや、まあ常にね、いや次はっていうか常に勝ちに行ってるんですけど、やっぱオンラインっていうのからもう強い人いるもん。大体あの1位の人ちょっとレベルが違わない、めっちゃ強くなかった。ちょっと1位の人のレート見てみよっか。1位の人ねずっと1位だった気がするんだよね、さっきのレースも相当強かったよね。さて次は来た、ハイラル城、僕のね得意なコース、ハイラル城来ましたよ。え、待って、さっきの1位の人誰、全然わかんない。あれ、これハイラル城ですよね、うん、ハイラル城、オッケー、俺ハイラル城好きなんだよね。確かこのルピーがコイン代わりってことでしょ、確か。よし、このまま行くか。まあまあ最初はねめっちゃ滑るな。オッケー、いつの間にか神の甲羅なくなってるし、ルピーもねしっかり取っていきますよ。で赤亀、オッケー、待って、早い、めっちゃ加速してる、待って、めちゃくちゃじゃん、ちょっと待って、めっちゃくちゃじゃん。オッケー、今ね何ルピーだ今、よし、オッケー、カードリフトしていこう。オッケー、なんか何これ、シュワーってなるやつ、シュワーってなるやつ結構なってるで、なんだろうあれ、どういう時に起きるのかな。うっそ、うま、あのボム兵投げるのうま。8位、まあ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 最初はまだね8位でもいい、まあ、こんくらいぐらいの差はね全然アイテムで埋まるからね、まあ、アイテム頼りにしてるけどアイテム頼りにしてるけど埋まるからね全然。うっそもう最悪じゃん、もうほんとぐちゃぐちゃこのコース、あ、このコースっていうかこのレース、もうひど、アイテム取れないし。10位、9位か、俺下手くそだな結構ね。いや、このマシン初めて使うんですけど意外と滑るな、このマシン。よし、 OK、 キノコ1個、え、
この順位でわあ、ぐちゃぐちゃ、もうほんとぐちゃぐちゃ。まあまあまあ、よし、見てほらね、何あの木狼、俺絶対木狼にはね絶対負けねえから、見てて木狼、待ってろよ木狼。今トゲゾウを投げましたピオキング選手。さあこのトゲゾウからどんだけ順位を上げることができるのでしょうか。全然ね、全然前にいないけど人がね、それでもねどんだけ順位を上げることができるか見ものですね。そして今来た、今来ましたよ、スター、そして雷のコンボ、これで10位か全然で、まあね、これ木狼に勝てばいい。よし、またスター来た、これで何位まで上がることができるかな。よし、 OK、 8位か。まあ木狼には勝ったでしょう、木狼11位ちょっと待って、これねめちゃくちゃ滑るからマシンちょっと変えます。滑りにくさを重視していこう。よし、このテントウムシみたいなやつでいきますよ、私ピオキングは。あ、待って待って、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、俺も入れて、もうどこでもいいから。よし、危な、これでねそんなに滑らないと思うんですけど、ちょっとねスピードが落ちるんだよな、このテントウムシみたいな車。でもテントウムシみたいな車結構走りやすいもんね。そこでそれ？嘘でしょ？ここでベビーパーク？これスピード重視のやつじゃん。え、ここスピード重視のやつじゃん。みんな可愛いな。俺だけなんか変な人じゃん。よし、行け！ナイススタートだし、これはインを攻めろ、インを攻めたヒロが勝ちだ、オッケー。で、バナナ、バナナはダメ、あ、ずる。よし、オッケー、俺も加速乗ったけど、よし、このまま行くか。これね、10周だったっけ、7周か、7周した人の勝ちなんだよね。オッケー、今2位、2位か、嘘、何に当たった、何に当たった、今6位か。ここはちょっとね運感あるもんな、嘘もう無理だ、もう無理感がすごい、もうほんと無理感がすごい。ちょっと待って、よし、オッケーで、行くで、このまま乗る。でもあと3周もある、3周もあるもんね。で、この間に、よし、どんどん使っていこう。よし、来た、これは熱いんじゃない。よし、で、このまますぐ、よし、2、3で、スター、ここ2位の状態でスター、いいね、いいね、いいね。1位は、1位見えました、1位見えました、ピオキング捉えました、ピオキング。よし、このまま行こう、誰も邪魔しないでくれよ、赤ガメ出てくれ、赤ガメ、うそ1位、うまい、1枚じゃない、もう2枚も3枚も上手だ、あの1位、マジかよ。まあまあ3位か。これでねラストバトルにしたいと思うんですけど、1回も1位取れてないもんね。見て、あの赤いジャージの人ほんと強いんだよね。誰あれ、いや誰って聞いても分かんないけどね、名前ぐらいは知りたいな。次レースが始まったらすぐね名前見れると思うから、ちょっと名前はね確認しておきましょう。で、レインボーロードになってくれ、あー俺の得意なレインボーロードが。アメリカの人だったよね、エクザカリっていう人っぽいよね、めっちゃ強い。雨か、いいね、全然いい。ワリオでしょ、あの黄色のワリオが速いってことだろ。せめて抜いていきますか。よし、オッケー、抜いた、よし、これはね結構操作しやすいな、このコースターはめっちゃ操作しやすい。オッケー、で、このまんま、待って待って待ってよし、待って、今何に当たった、何に当たった、今全然わかんない。でもね、まあ何に当たったとかは置いといて、このコースター、コースターっていうかこの乗り物めちゃくちゃね操作しやすい。確かね前これ使ってたんですよね僕、だからちょっと残ってんのかな、その感じ、まあ操作の感じっていうのかな。よし、オッケー、このまんま行きますか。オッケー、で次はアイテム何が出るかな、
よし、キノコか。待って、危ない。この人赤亀持ってる。赤亀ケツにつけてんな。よし、あの赤亀を壊す。待って、そんなに押してこないでもいいでしょう、ドンキーよ。待って、危ない。よし、めっちゃファイヤーボール投げてんじゃん、ドンキー。うっそ、まあ、どっちにしろ爆弾に当たってたか。モクロウいる。さっき11位だったモクロウがいる。この辺で赤ガメか。一応このエクセレントみたいな。え、何今何した。エクセレントじゃない、エクサカリ。まあ何でもいいんだけど、下手なのか俺は。もしかしたら下手だな、マリオカート全然上手くない。せめて上位には入りたいけど、入れるかな。よし、アイテム2個取れない。マジかよ、ヨッシーが取ったか。邪魔すんじゃねえヨッシー。まあまあ8位か。8位はちょっとね、抜ける気がしないな。このまま右に行こう。え、何当たったの今。よし、最後のアイテムかな。よし、6位。やばい、これもうほんとヒッチャンガッチャ、もうほんとグダグダ今日のレッスン。いや、ちょっと待って、ほんとに悔しいから、もう1試合だけさせて。今見つめ合ってるけど、そんな仲良くしないでいいぞピオキング。絶対俺勝ってみせるから、この F0 のステージでな。この F0 のステージね、結構好きなんですよね。さあ F0、 なんでなんでその F0 と F0 の間にあるハテナのところにわざわざ行かんでもよくない。プクプクビーチとか俺知んないし。まあとは言っても、本当に上手い人はそんなの関係なく1位になるんだから、ここで1位になればいいってことでしょう。砂か。砂って滑らないタイヤとかあったよね。これこのタイヤ滑るタイヤかな。よし、アイテムは確保で、あのエクサカイを狙っていこう。もうあの人勝てばいいや。もう今回もあの人に勝てばいい。よし、 OK。 早いな。よし、よし、 OK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 。 3位か。1位はなんかレムス、さっきからずっといるけど、レムスは何か持ってんな。緑画面3つか。待って、ぐっちゃぐちゃ、もうほんとぐちゃぐちゃ、もうもうほんとひどい、もうほんとひどいこれ。よし、このまま加速していこうか。よし、 OK。 1位はレムスか。あのヘイホー、緑のヘイホーはレムスだから、追っかけていこうか。よし、キノコか。キノコはね、ここではちょっとまだいらないな。よし、 OK。よいしょ。で、お、キノコいっぱいある。キノコいっぱいあんじゃん。オッケー。ちょっとショートカットしていくか。よし、レムス待ってくれ。レムス、ここで赤髪とか出ないかな。来た来た、ボーム後ろに投げておこう。嘘、これは緑でいくか。緑じゃない、キノコ使っていこう。絶対来ると思った、絶対緑ガメ来ると思った。あ、危ない。やっぱ直線では負けるか。やった、なんかファイヤーボールに一人で当たってったけど、ここでよし、赤ガメ食らえよし、やった、当たってない。嘘、待って、2位争いやめようぜ。もう終わりよ、2位争い。待って、誰、めっちゃ、もうやめようぜそんなの。今俺レムスに勝ついいところなんだよ。レムスとあのエクサカリに勝ついいところだ。やった、待って待ってくれ、最後で。なんだこの仕打ちは。いや、まだチャンスはある、ピオキング。ここでチャンスをものにするんだ。もう、あ、待って、ぐちゃぐちゃだけど、いや、ここで使っておこう。はい、負けました。もう今日負けました。はい、終わり。